1923年に発表した動物文学小説。ノロジカのオスの子供、バンビの誕生と母との別れ、困難の中で成長する物語をバンビの視点から描いている。それまでの動物文学と異なり、人間と異なる動物の視点から、周囲の動物や環境、人間を見る眼差しを巧みに表現した点が、画期的な作品であった。この作品は、 現在日本では知名度が少ないのに対し、ディズニーアニメ版、バンビの方が一層知られている。1940年、菊池重三郎による翻訳版が主婦の友社の世界名作家庭文庫第五巻に収録。小鹿のバンビは1951年に発表された、作詞、坂口敦志、作曲、平岡寺師匠の同様。ディズニーアニメ版、バンビが同年。 日本で公開されヒットしたことにあやかり、ビクターレコードの童謡担当の小野聖天ディレクターが企画した。レコードは同様歌手の小笠子が歌い、大ヒット。レコード売り上げ4万枚と当時の子供向けレコードとしては高い売り上げを記録した。その後、同じ作詞者、作曲者、歌手による続編、バンビの誕生日が発表されたが、こちらはヒットしなかった。 ビクターレコードから発売された。前作詞、坂口敦子、前作曲、編曲、平岡寺小小児科のバンビ小科のバンビ3分7秒、赤いリボン2分59秒、バンビの誕生日、バンビの誕生日3分13秒、緑の遊園地3分2秒1952年に、手塚治虫で描き下ろし単行本として、鶴書房から出版された。2005年に、 約50年ぶりに復刻され、日の目を見ることとなった。復刻版なので、昔の金遣いのままである。1952年発行のこの本は日本でのバンビの映画公開の当時に、ウィルト・ディズニー・プロと日本における著作権の商業利用に関する代理契約を締結していた大英映画の社長であった長田正一の許諾のもとに出版されたものである。なお、 この本の表紙のカラー原稿は漫画家津野次郎がもらい所有していた。小鹿のバンビに関するカテゴリー、バンビの誕生日に関するカテゴリー、ありがとうございます。